僕は偉大なスターゲイザー、すべての惑星が僕に従うんだ。そして私が惑星役。なんでいつもこうなるの？スー、間違ってる。この星は左、この星は右だよ。もっと早く。これ以上は無理よ。惑星が足りないね。もっといるよ。これも持って。もう痛い。待ってよ、全部は取れないって。台無しじゃないか。太陽系を支配したいのに。腕が10本あるわけじゃないのよ。全部は持てない。え、はぁ、わかった、太陽系を作りましょう。急いで、早く星を支配したいんだよ。アース、これ見てよ。これ工作の土台にぴったりだよ、ほら。いいじゃない、サムって面白いものをいっぱい持ってるよね。これで太陽系を作りましょう。でもどうやって中に物を入れよう。心配しないで、スーパー忍者のサムに任せてよ。忍者って大変なんだね。ちょっと横になってくる。大丈夫？お医者さんに見てもらう？大丈夫、僕はスーパースライムだからさ、薬はいらないよ。よかった。でも側面にも穴を作らないと。物を入れやすくするためにサムの方法を試してみよう。ダメだわ。また僕がやるしかないか。忍者は僕だけだからね。それ、1、2、あ、ほら、できたよ。次に進もう。すごい、ありがとう。サムがいないと何もできないわ。まだ終わってないよ、もっと切らないと。そうね、穴を開けられるようにボトルを回すわね。いいね、始めよう。やあ、す、あとは君がやって。かわいそうに。みんな大人に手伝ってもらってね。サム横になってて、働きすぎたみたいだから。休むよ。それがいいわ。スプレー塗料を選ぶわね。待って、迷うな。青で塗ろうかな。色を塗るのは僕がやるよ。じゃあこれを持ってって。ありがとうっす。よし、じゃあ私は惑星を作ろうかな。土星からね。我がいるわ。土星といえば我だもん。輪がないと土星だって分かりにくいしね。何してるの？僕に手伝ってほしいんでしょ？十分手伝ってくれてるわ。土星の輪にぴったりよ。ありがとう。これを土星にはめましょう。これで分かりやすくなった。仕上げに土星を太陽系の中に加えるよ。そうしましょう。最初の惑星よ。そう、違うよ。惑星は置くんじゃなくて宇宙に浮かんでるんでしょ？そうね、引力のせいで浮かび続けるのよね。力と戯れてなよ。僕は自分のことをするからさ。ちょっと、ごめんねサム、この櫛は他のことに使うの。気に入るわよ。惑星とロケット、宇宙飛行士にも刺すのよ。それじゃペロペロキャンディーみたいじゃない。食べられないし白いけど。サムったら。次のステップに進みましょう。みんなこのまま見てね。あのさ、これをちょっと直したら惑星らしく見えるようになるよ。色を塗ったらもっと良くなると思うよ。何色に塗ろうか。火星から塗ろう。明るい赤がいいよ。学者さんたちがずっと生命体を見つけようとしている惑星ね。金星は黄色にしよう。大気に二酸化硫黄は含まれてるから。金星に空中都市を作るプロジェクトがあったのよ。でも実現しなかったの。まだできないの？天王星は青にしよう。天王星の大気は一番冷たいの。私は住みたくないわ。まだまだやることがあるわよ。ちょっと、スーが全部塗ってない？僕も塗りたいんだけど。まだ櫛を塗り残してるね。どうかな。サーモンすごくうまいじゃない。綺麗に塗れてる。私ブーケが好きなの。こんなブーケ素敵じゃない？香りがないけどね。戻して、やることがいっぱいあるんだから。はいはい、サム司令官の仰せのままに。もう戻したわ。いいものを見つけたよ。これで完璧なドームができるよ。この半球で明るい太陽を作ればいいと思うの。でも太陽らしくするには正しく飾らないと。この工作ってゲームみたい。もっといいゲームがあるよ。この王冠をかぶると僕が太陽みたいでしょ。私たちの太陽のためにそれ貸してくれる？ダメだよ、こっちの方がいいって。
あー、すごいじゃない。どこに隠してたのよ。サムの秘密は全部知ってると思ってたけど、引き出しの奥の奥まで見ないとね。いろいろいいものを持ってるんだ。この素敵なカツラとかさ。あら、太陽みたいに輝いてるじゃない。そうだ、これももっとキラキラにしましょう。へえ、でも僕ほど輝いてないね。これ見てよ、気に入った？すごくいいね、豪華な帽子みたい。僕も欲しいよ。後で作りましょう。今は太陽を輝かせないと。この懐中電灯でね。これで？太陽の光には全然見えないよ。金の紙吹雪をつけるまで待って。待ちきれないよ、早くつけてよ。出来上がりが見たいんだ。ついに太陽系に全部入れるの？ロケットと宇宙飛行士のスペースを開けておくのを忘れないで。皆さん、今日の工作の最終段階に進みますよ。サム、まず太陽からよ。待って、アイデアがあるんだ。太陽らしさを出すんだよ。あら、いいわよ。どうするの？ボトルの底にもっと金の紙吹雪を入れるんだ。太陽がもっと輝くでしょ。ね、思った通りじゃない？本当の日光みたい。そうね、サム、まず懐中電灯を入れましょう。そして半球で覆うの。そう、太陽の周りに星がいるよ。でもどうすればいいの？わかった、星の形の紙吹雪を置いたら完璧よ。でもまだ足りないものがあるよね。そうそう、いい感じ。さあ、これで惑星を全部宇宙に送れるね。スーは発射準備 OK よ。最初の惑星が軌道に乗ったわ。スー、宇宙飛行士も準備 OK だよ。何に乗るの？超高速のロケットがいるわ。ここにあるわよ。ロケットが発射したよ。あなたも乗って。うん、ちょっと待って。3、2、1、発射！え、他の飛行士は？さあ、皆さん、宇宙旅行にご案内します。サム、どの惑星も明るくて綺麗だけど、どれがどれなの？簡単だよ。色を見ればすぐにわかるでしょ。みんながあなたみたいに賢いわけじゃないわよ。例えばこれは何？なんてこった、呆れたよ。誰でも僕みたいに宇宙のことを知っておくべきだよ。大丈夫よ、いい方法があるから。簡単なのよ。小さな紙に惑星の名前を書くの。紙が落ちないように止める針を持ってきたよ。ありがとう。最初は水星ね。ここでクイズ、水星はどこでしょう？簡単だよ、太陽に一番近いって誰でも知ってるよ。正解。じゃあ名前を書いた紙をここにつけるわね。よし、次の問題は難しいわよ。土星はどこ？簡単すぎるね。輪があるのが土星だよ。そうよ、ほとんどの惑星に名札がついたわね。じゃあサム、これが最後よ。私たちの住む地球は？それが一番わかりやすいよ。水と小さな島があるでしょ。大陸だよ。僕だけの太陽系ができたってみんなに知らせなきゃ。もっとライトがいるわね。でもすぐできるわ。僕は太陽系の支配者だよ。完成したね。これで全部の惑星が僕に従うよ。どうかしらね。指を鳴らしたらライトがついたわ。でも暗いところで見た方が綺麗よ。準備はいい？見て。惑星たち並んで惑星パレードをやるんだ。あ、助けて、棒が挟まって取れない。取ってあげるね。
でもなんで中に入れたの？ツアーをするんじゃ。それがさ、惑星を支配するのってもっと簡単だと思ったんだよ。あら、そう。それなら宇宙に放ちましょう。バイバイ。ダメだよ、こっちに来て。なんで無視するんだよ。これは私の太陽系だからよ。みんなもそう思うなら高評価してね。ちょっとダメだったら、僕が唯一の宇宙の支配者なんだから。みんな、巣を捕まえなきゃ。それじゃまたね。